はい、おはようございます。朝です。どうしたの？はいはい、シャワー入りに行こうか。うん、これもしかしてそんなことある？マジかよ、うんこんだ、朝から地獄だね。どこで？県警よ。うわ、ほんとだ、ガチじゃん。うんこマンだ。What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret?I will make my own way, I will not surrender, I will do my best until I get put under. どうも、動画収益だけで日本一を目指すアキーノとリュウセイです。お願いします。今日はですね、3日前の動画収益がライブだったんですけど700回でした。疲れかけ 0.3 円なんで210円です。今までで一番少ないじゃん。最低ですね、これ。210円か。まあまあまあね、まあね、気を取り直してね、頑張っていきましょうよ、今日もね、はい、今日は沖縄市約44キロ離れたとこまでチャリでアタックします。徒歩だと10時間ぐらい。徒歩10時間の道どれだけ行けるかちょっと気になるんだね。気になるね。44キロがどのくらいなのか。ってことでレッツラーゴしてます。まだ2軒目なんですけど。え、どこ行ったんですか？奄美さん。奄美からスタートで、はい、で、もう一回九州に乗せてほしい、そこの、あのバッグの中に。バッグの中に乗りますか？バッグの中新しい。 YouTube やってるんで、お願いします。あ、いいですよ。やった、やった。見てみますね。はい、見てください。奄美編マジ結構おもろいね。いろいろハブ取り行ったり。帰ったら見に行くわ。大体一軒、まあ、そんないないですけど。1週間ぐらい。頑張れ。かわいいやん。こっから頑張るぞ、 YouTuber だよね。本当はラクダのレモン。そうです。日本一周中頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。してもいいですか？いいよ。こっちの方ですか？昨日の夜から。はい、本当一周は今、本当一周してるんですか？南部から回って、東海岸回って、はい、今259キロ。今259キロ。やばっ。はいはいはい、行きましょう。漕ぎ始めて1時間ちょっとですかね。今きつい。やばいね、雨。やばい、どうしよう。めっちゃ雷鳴ったし。ああ、うおー、鳴ってんね。動きねえよ。雨でも全然行こうぜ。しゃー。日本一周してまーす。うわっ、パンクした。マジ？本当？パンクした？
待って、この雨でパンク笑おうぜ、ラキー笑おうぜ、今だよ。あ、来た来た。これでもチューブ変えるってなったらめっちゃ金かかるよ。だよね。なんか音やばかったもんね、多分。うん、パンクとかじゃなさそう。でももうこのレベルだとやったところでじゃなくて、タイヤごと変えなきゃダメなレベルじゃね、もはや。うん、直したところでさ、うん、だどうしよう。とりあえずヒッチハイクで乗せてもらって市まで行く、チェリアさんがあるところまで。うん、それしかないよね、方法的には。これってさ、うん、読み方的に言うとこれハニャ、ハニャニャ、なあなあなあ、ね、チャリパンクしちゃったんでどうにもすることできないんで、まあ、旅にアクセントつけもらえた。はい、あらマジっすか。あ、はい、住所もあるんですけど大丈夫ですか。お願いします。お願いします。先生もおいくつなんですか。今20歳、今ちょうど21で。あ、さら21になりました。大学生かなんかですか。いや、もう今ホテルの方で働いてます。ギュースでもホテルで働いてたもんね。そうです、僕もホテルで働いてたんですよ。チェック、ありがとうございました。ありがとうございました。旅路を進みます、僕ら。だけどのレモン頑張ってきます。ありがとうございます。自分で用意した場合全部切り取られていない。素人でできるレベルですか。まあいじる、なんか機械系をいじる。機械系、本当になんかそういう機器がないと思っちゃうみたいな。2,3,000円、コーチンって大体そこからプラス1,000円ぐらいですか。まあ2,000円、5,000円ぐらいですかね。ああ、時計5,000円ぐらい。5,000円ぐらい。破裂したんですよ。穴が起きてるから交換ですね。はい、アップルパイ1つ。2つで。おじや2つで。今1,950人。1,980円。2,000でいけよ。なんで2,000じゃねえんだよ。2,000。今編集してくれてるんですよ。TikTok の方が、まあ、ちょっと今終わったっていうか、はい、この時間を活用したいと思うんで、近くにアメリカンビレッジっていう観光名所あるんですよ。はいはいはい。お願いします。頑張ってください。こんばんは。賑わっていると言われる海沿いに来ました。さっきちょっと外人の人にも絡まれて、まあこっちの方がいいんじゃないかなっていうので今一人で来てます。結構人混み多いですね。外国人が多いって感じです。こんにちは、こんにちは。あ、自分ちょっと今 YouTube やってて、今大丈夫です、自撮りなんで、はい、今友達、相方がいるんですけど、相方が今動画の編集をしてるんですよ。で、近くにアメリカンビレッジあったんで、ちょっと今登録者数が1950人なんですね。で、2000人になるまでこっちにいるみたいなのを一人で今やってて、もしよかったら今日本一周中でラクダのレモンっていう
活動名でやってるんですよ。で、出身が神奈川なんですけど、奄美からスタートして、奄美から今沖縄に来て旅11日目、2日目とかなんですよ。で、ちょっと頑張りたいんで、もしよかったら皆さんの力を借りれたらなと思って、ちょっとこういうの作ってきちゃったんですけど。いいですよ。マジですか？ごめんなさい、滑舌悪くて。もう YouTube やるために仕事辞めてきたんで。すごい。そのみんながチャンネル登録する場面、あれ？オッケー。撮りたいですね。はい。はい。せーの。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ嬉しい。あ、こんにちは。YouTube 一人で撮ってます。あ、はい。そうです。ちょっと今。一人じゃないんですけど、もう一人相方がいて、今動画編集中なんですよ。で、アメリカンビレッジが近くにあったんで、ちょっと声かけ一人でしてこようと思って。もしよかったらこれカメラにやると YouTube 今登録できるようになってるんで。あ、いいですか？おー、奄美。はい。で、奄美で10日間ぐらいいて、で、自分たち動画収益でしか活動してないんで。お、それで儲かるんですか？いや、ぶっちゃけ1000回再生で1日使える額が300円とかなんですよ。もう毎日300円で暮らしてるみたいな。毎日300円。はい。で、フェリー代も稼がなきゃいけなかったんで、フェリー代は現地のバイトをやらせてもらって、マグロ一本釣りやってきました。めっちゃ船酔いして。あ、それです、それです、それです。ま、登録者数多分8人増えました。ただちょっと2000人まではまだまだ。今現時点でですね、43分、9時43分。そうですね。こんばんは。いやー、この時間までちょっと頑張ったんですけど、まあ、1950人から1969人、そうですね、69人なので19人増やすことはできたんですけど、ちょっと目標の2000人はちょっと届かなかったです。まあ、いろんな出会いがあってでも楽しかったね。はい。現在12時です。お互いクタクタです。うん。今日の宿ですか？今日の宿？パンクしちゃってるから動かない。